岡田敏夫の漫画アニメやば今日は「ガンダム講義」の第1回です。えっ、ー、とですね「まあ、ガンダム講義」とわかるようにです、ね、この帽子をかぶっておりますけれども、えー、というわけで今日からです、ね、始まりました「ガンダム講座」ですね「ガンダム講義」なんですけども NHK、えー、で「ガンダム誕生秘話」というドキュメントをやってたんですけどもですね、えーその中でまあ ちょっとあの面白かった部分がいくつもいくつもあるのでですね、あのそれを取り上げてみたいと思いますか。静県のガンダム誕生秘話を、えー、と見たんだけれどもですね、えー、その中で富野義之さんのまあ、えー、話です、ね。ちょっと僕面白かったのがあの、まあ に、ここれだけのことなんですよって。富野さんの発言っていうのはもう本当に自己下してるからあの自己下のニュアンスを取って聞かないとなかなか分かんないんだけどもずっと毎年毎年同じようなロボットアニメを作っているとずっと同じようなロボットアニメを作らされてるんだけどもその中で映画っていうのができないかと映画っていうのはでどうにかしてこのテレビシリーズでできないかでその当時「宇宙戦艦ヤマト」というのがあって「あがり」っていうのかな。あの アニメのやってる人間の上がりっていうのはテレビアニメっていうまあその当時はねあの DVD もなければビデオソフトもレーザーディスクとかそういう後に残る媒体っていうのがほとんどなかった一応ガンダムがオンエアされた頃は。 あのビデオデッキというのは存在したんだけどもまだまだ高くて普通の人にはなかなか手に入るものじゃなかったので放送されたら消えていく運命っていうのがねすごい強くあったんだよねあ誰か広告出してくれたありがとうございますワールウィンドウさんありがとうございますなんかあのそういう放送されたら消えていってしまうという運命にあったのでですねあの残る方法としては劇場版という形でなんだろうファンのみんなに 受け入れてもらってそこで監督するっていうのが上がりのイメージとしてあったんだよね。で、えー、なので「機動戦士ガンダム」っていうのは宇宙戦艦ヤマト目標というよりはライバル仮想敵として作られていた。で仮想敵として作られていたので映画ができないのかということでその富野さんがその時考えたのが毎週毎週テレビアニメとして放送するんだけども実は「 ロボット戦闘シーンだけを抜いてもつながるように作ろうと最初から思ってたとだから絵コンテ切る時に意図的に後でこれロボット戦闘シーンを抜いてつないでもちゃんと一本の劇場映画になるように考えながら描いてたというのがあった、えー、というわけでですね あのガンダム講座、ガンダム講座自体はえー、皆さんが大嫌いかもしれない録画なんです。えー、もう本当に2年以上前から続けていたガンダム講座っていうのがあるんだけど、それのですね録画をですねこれからやるわけなんですけども、えー、毎回毎回ですね見どころっていうのをですねこのようにしてあの伝えようと思います。今回の見どころはまあ先週に断っておわなきゃいけないんだけど、これから皆さんに見せるガンダム講座第1話はですね、えー、かなりマニアックです。でえー、できるだけ一般 ゼミはね一般の人に分かるように話してるんだけどもねもうこの「ガンダム講座」に関してはあのー、もう分かんなくてもいいやと思って話してんだよ本当に。でだからもう今のうち謝っときますあのかなり分かんない話をしますごめんなさい。で どれぐらい分かんない話かというと今日の話にはガンダムは出てきませんというか、ね、ガンダムを作った会社のサンライズもサンライズの前身の日本サンライズも登場しませんでおまけにガンダムの監督の富野義行もほとんど登場しませんで、あのー、今日話すのはです、ね、ホワイトベースの色が何だったかという話とかです、ね、本当にもうかなり前からの話です。 バンダイの商品で,です、ね、白く塗っているんだけどホワイトベースやガンダムの色がまと、あ、もの設定では銀色だったというのはあるんだけどもあのそれがまあどういう経緯で今の形になっていたのかでか、元々のイメージは本当は何だったのかって話なんだけども僕自身が昔トミントさんから聞いたのはガンダムのは銀色だとなんでかっていうとそれは試作機だからだと試作機をわざわざ塗装するような真似はしないよと。まず とりあえず、作り上げて動くかどうかを試すっていうのをホワイあのサイドセブンでやってたんだからあの段階で色を塗る必要なんか一切ないじゃないかっていう富野さんの主張でだから銀色なんだって話をして,してくれたのを僕は覚えてるんだけどもだから無塗装のジュラルミンの色だっていうふうに富野さんは言ってたと。でこれこういうですね富野さんの脳内ではどういうイメージだったのかっていうこと。 話なんだけども、講義が始まって3分目ぐらいの。ところで、僕は1979年のアニメなのに、もうすでにこんなに分かんないことがあるっていうふうに僕講義の中で言ってます。これはガンダムの本当の色が何色なのか分からないという意味ではなくてですね。あの、当時の富野さんがガンダムの色をどうしたかったのか？っていうのはもうなんか。その時点では本当は何を望んでたっていうのは今になったらだんだん分からなくなってきてる。逆に。 それは僕が聞いたあの時富野さんはこう言ってたっていうのと後に富野さんはこういうふうに言っているこのインタビュー記事ではこういうふうに言っている別の人がこんなふうに証言しているっていうものがもう全部矛盾してるからなんだよねだからあのこの講座では全般この講座のスタイルなんだけども本当はどうだったのかっていう真相を究明するようなタイプの講座ではないそうじゃなくていろんなんだろう発言や資料があって面白いっていう歴史ものに近い。 なんか、真相ではなくてどんな異論がいっぱいあったんだろうどんな見方ができるんだろうとで結果受け取るそれぞれの人が自分なりのガンダム誌っていうのを作れたらもう一番面白いともう自分だけの解釈のガンダムっていうのがあれば一番面白いというスタンスで話すことになってます。えー、今日ののの動画はです、ね、これから分分あります。そのうちの冒頭10分を、 えー、いつものニコ生と同じくですね無料で公開します。でこれもあの自動のね装置になっちゃってるから十分経ったら <laughs> 悪いけどしてぶつっと切れるんで <laughs> それではですね、えー、ガンダム講座第一回ガンダム誕生前夜虫プロトさんから<笑><笑>すごいねムプロトさんからサンライズ創業へをスタートします。起動戦士ガンダムに関してはですねまあいろんなねところから資料があります。で例えばその えー「ガンダムの現場から」っていうですねキネマ巡報社から出てるこ,のこういう本ですねこういうのもあるこれは氷、まあえー、川さんが書いてるロットさんが書いてるやつですから資料的にも確かなもので富野主役発言集っていうことなんですけども,もうそれ以外にもですね「ガンダム」がヒットした後でいわゆる劇場版の頃辺りに出たです、ね、この「ガンダムセンチュリー」っていうのもあってこれはあの。 月刊アウトの別冊として出たやつなんですけどもこれなんかもですね後で出たものなんですけれどもですねまあ例えば、えー「コロニーを落とすジオンの作戦がブリティッシュ作戦」というのはですねこの本の中で名付けられたものですしあとはですね「アムバック」っていわれるです、ね、例えばそのモビルスーツが、えー、方向を変える時にですね いわゆるその小さいロケットモーターを吹かして回転するのではなくて体の腕とか足をひねることによって体の向きが変わるというこれはあの実はですねスカイラブ実験アポロ計画が終わった後のスカイラブ実験でですね、えー、本当にそういうようなことができるのかどうかというふうなことが、まあ、アポロの宇宙飛行士はです、ね、経験則的に知ってたんですね。知っていいたととと。ううか、かどちらかというと あの何か物を持ったりした時にちょっと手を動かすだけで体の方向が変わってしまってそのままぐるぐる回ってしまうとでそれは体を元に戻すまで続くとつまり極端なことを言うとですね例えば手元にチェックリストがあります、ね、このチェックリストを見るのをこう手を持ってきた瞬間に反作用で体が回り始めてしまうんですねでチェックリストを顔から離すまでに延々体が回ってしまうと。 こういうい現象が報告されていて、まあ、名前付いてなかったんですけどそれに「アムバックアクティブマスバランスコントロール」でしたっけというです、ね、名前を付けたのが、まあ、スタジオヌエの絵の、ね、やったいい仕事と言われるわけですね。で、まあ、なんでこの話をするのかと,いうと例えばこの中にですねえー、っとうんとですねこれわかりますかこのイラストとこのイラスト両方見てくださいこれあのホワイトベースがです、ね、銀色になってるんですね。 でガンダムも銀色になってると。ガンダムとホワイトベースの色が何色だったのかということに関してはですねまあ諸説あるというかです、ね、いろんなことを言う人がいるんですね例えば富野さんは最初白を考えてたという人もいるでも書いてあります。でも、富野さんの、ね、小説版とかを見ると銀色になってたりするし銀色が元々の色だという人もいるとおもちゃ屋さんが無理やり銀色にしたんだという説もあってですねもうこれはっきりしないんですよね。ただこの その当時現場にいたヌエのスタッフたちが描いたイラストはですねその富野さんはその時にやりたかったものに比較的忠実だったんじゃないかなと僕なんか思うんですね。なので、まあ、無傷のです、ね、ホワイトベース傷一つないガンダムというのが描かれている時点で銀色だったということはですね実は銀色のロボットでやりたかったんではないのかなというふうになんか僕なんかは考えてしまいます。 あの1979年ですか、えー、のアニメなのにですね、えー、こんなにわかんないことがいろいろあるんですね。